こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、UEFAチャンピオンズリーググループステージ各グループの第3節が日本時間9月の5日、9月の6日の2日間に分けて午前1時45分、そして午前4時に、キックオフされるということで、チャンピオンズリーグの各グループの現状についてのお話と、対戦カードについてお話をしていこうかなと思っております。はい、なので、各グループのチーム紹介などに関しては基本的には行いませんので、その辺はご了承いただきたいのと、告知になっては申し訳ないんですけれども、過去にですね、各グループのチームについての紹介などを、ラジオ形式でですね、すでに投稿はさせていただいているので、興味のある方はそちらをね、ぜひ聞きに来ていただけたらなと思います。はい、では早速始めていきます。まずグループ A からいきましょうか。現在グループ A はですね、ナポリ、リバプール、アヤックス、レンジャーズというような順位でなっております。1位はナポリで勝ち点6、リバプールが3、アヤックスが3、レンジャーズが0というような形になっています。で、第3節ではですね、ナポリが、アヤックスと、そしてリバプールがレンジャーズと戦うということになっております。まずは何といってもね、リバプールになるかなと思うんですけれども、前節ではですね、ナポリに大敗したこともあって、次はレンジャーズと戦うということになるんで、現在最下位のチームと戦うと、昨シーズンヨーロッパリーグの決勝まで進んだチームなので、実力はあるとは思うんですけれども、ヨーロッパリーグとチャンピオンズリーグではレベルが全然違いますから、レンジャーズもね、やっぱりそのレベルの違いっていうのをね、グループステージで、肌に感じているところかなと思うんですけれども、リバプールは何といってもリーグ戦の方でもね、なかなか結果が出ていないっていうこともあるので、チャンピオンズリーグでもしっかりと結果を残すために、まずはホームで迎える、レンジャーズとの第3節に関してはしっかりと勝利したいというところだと思います。そして、もう一つのカードでありますアヤックス対ナポリなんですけれども、アヤックスのホームでありますアムステルダムアレナで試合は行われるんですけれども、アヤックスからするとね、リバプールを倒している相手ですから、しっかりと勝利したいっていうところを当然目指してくるとは思うんですけれども、今年のアヤックスに関してはですね、非常に戦力も抜かれてますし、監督も変わったりとか、非常にこう変革期を迎えたばかりのチームになっているので、今まで通りにグループステージを突破できるのかって言われると、正直わからないところがあります。特にオランダリーグに関しては僕普段見てないので、今のアヤックスがどれぐらいの状況なのかっていうのもしっかりと理解はできてないんで、本当にね、今すごく状態がいいとかだったら、ナポリに対してもしっかりと今まで通りね、結果を残せるチームですから、勝つこともできたりするのかもしれないけれども、今非常にこうリーグ戦の方でも首位を走ってるし、チャンピオンズリーグの方でもしっかりと結果を出しているので、ナポリは今こう本当にノリに乗りまくってるチームなんで、基本的には相当難しいかなと。いくらホームであったとしても、固く守ることも必要になると思うし、アクションを行うことっていうのも本当に必要になってくる。その辺は上手いチームなんですけど、アヤックスもね、はい、だからこういうチームを倒して勝ち点3を加えることができたら、アヤックスにとっては非常に大きな、勝ち点3になりますね。はい、で次、グループ B になるんですけれども、クラブブルッフェ、レバークーゼン、アトレティコマドリード、FC ポルトというような形の順位になっております。なんといってもね、このチームで一番勝ち上がるのが難しいと言われていたクラブブルッフェがですね、首位に立っていると、勝ち点6を取っているということがね、非常に驚きなんですけれども、レバークーゼンにもしっかりと勝ち、ポルトにも勝ちという形でしっかりと勝ち点取ってるっていう中で、次はアトレティコマドリードに挑むと。ポルトだったりレバークーゼンっていうのは非常にこう攻撃的なね、フットボールを志向するチームなので、またちょっとこう真逆なね、堅守速攻をベースにするようなチームになってくると、クラブブルッヘがどう戦うのか。もちろんブルッヘからすると、このチームというかこのグループの中では戦力っていうと当然ね、差がある中でこう見上げる立場のチームだとは思うんですけど、アトレティコマドリードはボールを持ったりした中でのクオリティって、なかなかこう難しいし、そこまで高いわけではないので、もしかしたらもうアトレティコも倒しちゃうかもなっていうところはあるんですけど、とは言っても今までと同じ戦い方で対する相手ではないと思うので、しっかりと分析して、
アトレティコの弱点をつくことができれば勝つことはできるかなと。しかもホームでやるということなので、このまま、勢いに乗って、アトレティコマドリードも倒したいっていうところだと思います。で、対するアトレティコに関しては、レバークーゼンに負けたりとか、ポルトには勝ったりはしてるんですけれども、しっかりとまずはここで勝ち点を取りに行くために、アウェーに乗り込むとはいえど勝ち点を取りに行かないと、厳しくなる可能性はあるかなと。現状同列に2チームが並んでいる状況なんですけれども、本当にわからない。アトレティコに関してはたくさん点を取れるようなチームではないので、細かな部分だったりとか、そういった部分をこううまく修正して勝っていくようなチームでもないので、倒せる、実力的にも差があるようなチームに対してしっかりと勝っていくことが何よりも重要になってくるかなと。で、もう1カードのレバークーゼンとポルトになるんですけれども、ポルトのホームで行われるんですけれども、ポルトはですね、非常にこう攻撃的なフットボールするのは皆さんもご存知だと思うんですけれども、レバークーゼンがですね、今こうリーグ戦でも非常に不調なんですよ。状態がマジで良くなくて、チームとしてのまとまりも正直言ってないんですよ。なのでポルトはね、こう状態も多分レバークーゼンよりもいいし、雰囲気もいいはずなので、しかもホームでやれるっていうことなので、勝つ可能性は意外と高いかなと。レバークーゼンは状態がいいときってスピード感だったりプレスだったりとか強度っていうのも本当にハイクオリティで高いチームなんですけど、今そこが失われてしまってて、今までの特徴どこ行ったのみたいなフットボールしちゃってるんで、食うなら今かなっていう感じですかね。だから今多分このグループ B の中で一番状態の悪いのは間違いなくレバークーゼンなんで、ポルトからするとしっかりと勝ち点を取れればっていう形だと思います。多分オッズとかの方でも多分ポルトの方が高いんじゃないかなと思いますね。はい。で、次グループ C ですね。C のグループと言われているグループ C ですけれども、バイエルン、バルセロナ、インテル、プルゼニ、抽選順のままですね。順位もね、バイエルンが、勝ち点6、バルセロナが3、インテルが3で、プルゼニが0と。で、バイエルンはですね、プルゼニと戦うということで、キミヒだったりとかミュラーだったかなが、コロナウイルスに感染したっていうこともあって、彼ら2人が欠場になるっていうことが、濃厚みたいなんですけれども、セカンドね、いわゆる控えの選手たちをうまく使った中で、いわゆる格下ですし、いろいろ試せるっていうことだと思うんで、もちろん勝ってもらわないと困るけれども、バイエルンサイドからするとね、今までの実力をしっかりと出して、固く守られる可能性はあるんですけど、バルセロナだったりとかインテルにもしっかりと点を取られているようなチームなので、バイエルンだったらしっかりと1点2点3点と、取ってくれるだろうということは期待してるんで、基本的には問題ないと思ってます。プルゼニに関してはね、グループが相当厳しいんで、なかなかこう勝ち点を1取るのも相当大変なんですけれども、バイエルンからもし勝ち点3を取れたら相当大きいですね。というかね、多分バルセロナだったりインテルが相当喜びますね。で、次がもう1カード、多分ね、グループ C というかね、本当にこの第3節の中でも一番の注目ポイントと言われているかもしれないんですけど、インテルとバルセロナと、3シードで試合が行われるんですけれども、今の現状のチームの状態を見るとバルセロナの方が圧倒的にいいです。インテルは基本的にやり方が基本的にベースとして決まってて、そこからの修正が別にうまいわけではないので、インザーギがで、プレスだったりとか強度だったりスピード感っていうところも、バルセロナは本当にこうどん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 速くなって進化していってるんですけど、インテルはそこまでこう速いテンポでのフットボールっていうのもたくさんやっているわけじゃないし、リーグ戦の方でもたくさんやってるわけではないので、ボールを持たれる展開が多くなった中での守りきる強さみたいなものはあるのかもしれないけれども、結構厳しいと思ってます。リーグ戦に関しても、インテルの試合とか見させてもらったんですけど、結構危ないんですよ。内容もそうだし、配置を整えるところもそうだし、結構不安だなって思う点が相当多いので、で、今やっぱりサポーターからフロントに対しての不満が漏れてたりとか、その雰囲気自体もそこまでいいような状況じゃないんで、インテルからするとこのバルセロナ戦で勝利してその悪い雰囲気を払拭したいっていうことだと思うんですけど、今のバルセロナは選手がすごすぎて
もう本当に配置でうまく整えられてなかったらもうどうにかしちゃってるみたいなチームなんで、まあ、相当、ね、点を取れる人もおれば突破できる人もいてゲーム作れる人もいてみたいな、本当にこう個人戦術が集まって勝ってるみたいなチームなんで、特に前線2列目以降は。なので、ね、まあ、最終ライン、まあ、右サイドバックとかはまあ不安なところはバルサ多かったりするんですけど、まあ、でもしっかりと勝てると思いますよ。まあ、バルセロナはね、ちょっとインテルは相当ね、ここ頑張らないと厳しいかなと思います。ここでもしバルセロナを倒すことができたら、OK と思いますね。はい、で次、グループ D ですね。順位はスポルティング、スパーズ、フランクフルト、マルセイユというような形になっています。でスポルティングがですね、しっかりと勝利を得ているということで、まあ、スパーズを倒し、フランクフルトも倒してっていう感じでね、勝利していると。まあ、非常にこうね、アモリム監督が今率いてますけど、まあ、アタッキングなフットボールで、まあ、ボールを持つこともちゃんと丁寧に行うし、プレスの強度も高いし、スピード感も高いし、で縦もどんどん狙っていくしっていうところでね、非常に面白いチームだと思います。でスパーズに関しては、まあ、コンテがね、今就任して、約1年半ぐらいになるのかな。で、まあ、チャンピオンズリーグでね、コンテはいつもこう、なかなか結果を残せないみたいなことも言われたりしますけれども、まあ、今のスパーズの戦力を見ても、まあ、まずは突破しなければならないし、突破しなかったら大失敗になってしまう可能性は高いんで、まあ、それだけプレッシャーが乗っかかってる状況ではあるかなと思うんですけれども、まずはスパーズは突破したいところかなと。でスポルティングは一応対戦相手がマルセイユになるんですけど、マルセイユのホームでね試合は行われるんですけれども、ベロドロームかな。マルセイユはですね、リーグ戦の方ではまあまあって感じで、ただ選手ね、まあ、アレクシス・サンチェスとかコラシナツとかゲンドゥージとか、ね、まあ、ヌーノ・タバレスとか、なんかそういう名前聞いたことある選手いるよねっていう状況なんですけど、まあ、個性もあるけど癖も強いし荒も多い選手が結構集まってるんですよ。だからチームとしてこうなんて言うんだろう、作り上げていくときに一人一人がちょっとこう欠点を持ってる選手が多かったりするんで、そこをうまく使われてしまうと多分マルセイユはやられる傾向が高いんですね。なのでスポルティングがそこをしっかりとつく中でフットボール展開できたら、まあ、勝率的にも多分スポルティングが高いかなと。だからマルセイユはだからどれだけ整えられるかですね、トゥドール監督がね。でもうワンカードがスパーズとフランクフルトということなんですけれども、フランクフルトのホームでね、ドイツバンクパルクかなで行われるんですけれども、まあ、フランクフルトはですね、直近のリーグ戦でウニオンベルリン、今ブンデスの首位走ってるチームを倒したんですよ。ありがとうございますって感じなんですけど、まあ、バイエルンのサポーターからするとね、このチームはですね、まあ、大物ぐらい要するんですよ、フランクフルトは。まあ、鎌田選手もね、その中心にいるっていうことがまあ非常に誇らしいんですけれども、こうまく守ってからのカウンターも作れるし、ボールを握った中でもある程度しっかりクオリティ出せるチームなんですよ。まあ、配置をうまく整えてズレを生み出すとかっていうのは結構個人に任せたりするところは若干あって、危ないなって思うシーンはあるんですけど、なぜだかこういう大きなクラブと対戦するときは盛り上がるのか、まあ勝つことも多いし、まあ、やられないっていうことも多いんですよ。なのでスパーズは、まあ、我慢強く守ることももちろん得意としてるけれども、アグレッシブに前からしてかけていくような姿勢も見せていかないと、もしかしたらやられるかもしれないなっていうのは感じてますね、リーグ戦を見ててもね。はい、で次グループ E ですね、ミラン、ディナモザグレブ、ザルツブルグ、そしてチェルシーというような順位になってます。首位はミランで勝ち点が4、2位がディナモザグレブで3、ザルツブルグが2位でチェルシーが1と。まあね、なんといってもチェルシーに関してトーマスヘルが解任されたりねしたこともあって、まあ、なかなかっていうところだったと思うんですけれども、まあ、開幕戦ディナモザグレブに負けて、で第2節のザルツブルグは引き分けと。でその後第3節で、まあ、大一番であるミラン戦を迎えるということなんですけれども、まあ、スタンフォードブリッジホームでね試合をするということなので、まあ、グレアム・ポッター指揮下のもと、まあ、セカンドレグ引き分けに終わったことを引きずらずに、まあ、しっかりとチームを整えた中で挑むことができれば、ね、まあ、勝てない相手ではないし、まあ、状態今ミランねある程度しっかりしてるんですけれども、チェルシーも当然選手は素晴らしい選手たくさんいるんでね、まあ、しっかりとクオリティを出せるようなチームをちゃんと作って配置整えたら、まあ、ある程度は勝算はあるかなと。
でミランはミランで、まあ昨シーズンのチャンピオンズリーグでもそうでしたけれども、やっぱりプレミアリーグ勢と戦ったりとかもそうだし、まあ、ベスト16ベスト8っていうところをまずは目指しているところだと思うんですけど、まあ、今のチェルシーはこう監督が変わったりしたばっかりで、まだまだこうまとまってる感じはないので、まあ、食うなら今なんですよ。でピオーリも間違いなくそこを狙ってると思うし、首位通過を絶対狙っていると思うので、ここで勝ち点3を取れると相当大きいと思います。なので、まあ、万全の準備をして戦う、まあ、ジルーに関してはね、まあ、フルス対戦になるっていうことはあるんですけれども、まあ、なかなかね面白い一戦になると僕は思ってるんで、まあ、注目してみたいなと思ってるのと、でもうワンカードが、ザルツブルクとディナモザグレブということで、まあ、ザルツブルクはヤイスでね若い監督やってますけれども、まあ、どんどん縦に差し込んでくるね、本当もうレッドブルのチームだなっていうのが本当に感じるチームなんですけど、まあ、そこと、まあ、しっかり固く守って戦えるっていう、まあ、カウンターもできるしボールも握れるよみたいな、まあ、リーグ戦だとそうみたいなんですけど、まあ、そういったチームが戦うと、まあ、今までのその経歴というかね、まあ、有名度というか、まあ、知名度的にももしかしたらザルツブルグの方が近年は高いのかなと思ったりはするんですけど、まあ、ディナモザグレブもね、まあ、多くの名選手輩出してきた名クラブですから、今現在2位だしね、ここで勝ち点3取れたら、まあ、ザルツブルグとの勝ち点差を、合計4引き離すことができるし、グループステージ突破が大きく見えてくるところだと思うんでね、エースのシェスコとかこの辺りと一緒にどう頑張っていくかっていうところですかね、はい、で次がグループ F ですね、レアルマドリード、シャフタールドネツク、セルティック、ライプツヒというような状況です。まずはですね、レアルマドリードが現在首位ということで、まあ強いですよね、まあ、ライプツヒを倒しセルティックを倒しということで、まあ、セルティック戦とか結構危ないシーンも作られたりしたんですけど、もうあの時も話したんですけど、まあ、個人戦術がすごすぎるんですよ。なんかチームとしてまとまってるんですけど、その配置とかその人が動いてとかスペースちゃ意図的に使ってとか生み出してとか動き回ってみたいなこととか、チームとしてこう再現性高くやってるわけじゃないんだけど、その瞬間瞬間で人一人が外せてしまったりとか、技術で一個先飛ばしてしまったりとか、体の向きで騙したりとか、本当にね、今のレアルマドリードの選手たち、特にスタメンで出てる選手たちはほとんどなんですけど、フィジカルを持っててプラスインテリジェンスも持ってて足元の技術も持ってるみたいな選手が本当にたくさんいるんで、まあすごいんですよ。なので本当にこう個人戦術がすごすぎるがあまりに強いみたいなチームなんで、こうレアルマドリード感ほんま半端ないんですけど、まあでも現状このグループ F でもちょっと頭一つ二つは抜けてますね、はい。まあ、対戦相手はシャフタールということで、まあ、過去にもね敗れたりしたこともあるチームなんで、まあ、甘く見積もってはいけないっていうことはねレアルマドリードも当然理解していることだと思いますけれども、まあ、ホームで戦うっていうことなんで、まあ、まずはしっかりと勝ち点を取ること、まあ、ここで取れたらもう首位通過はほぼ固めてきてるかなっていうところになるんでね。でシャフタールもシャフタールで現在2位ということなので、ここでレアルマドリードを食えれば首位に上がるし、グループステージ突破も見えてくるという感じですね、はい。で残りの2チームがセルティックとライプツヒっていう形なんですけれども、まずですねライプツヒのホームで行われるレッドブルアレナでね試合は行われるんですけど、まあ、ライプツヒはですね監督が変わってマルコローゼに変わったんですけど、縦をね相当意識するチームを作ってるんですよ。なんですけど、うまくボールをつないでそこをわざわざ無理にこう縦に急ぐシーンじゃないのに、急ぎすぎるがあまりに相手にボール回収されて逆に自分たちが守備をする時間が増えるみたいなことをこうなんていうんだ、修正せずにそのままずっとやり通すようなチームなんですよ。やり通すようなチームというかやり通す監督なんですよマルコローゼがね。だから本当になんていうんだろう、一時期そのレッドブルが、ラングニックだったりとかハーゼンヒュットルだったりとかそういう監督である程度一時代を築いたんですけど、そこを攻略したナーゲルスマンを招聘して、まあ、いろんなことをやるようになってバランス取るようになったんだけど、ナーゲルスマンが去って、まあ、ジェシー・マーシュ呼んだりとかテデスコ呼んだりとか、まあ、
ごちゃ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 した中で、まあ、最終的にまた同じところに戻ってるっていう感じなんで、なんか進化したのか衰退したのかまた戻ってるのかって、なんかちょっとこうフラフラしてるんですよ今のライブツイって。なので多分選手も相当困惑してると思うんでね、セルティックと戦うっていうことで、まあ、選手の質っていうところを見ても、まあ、トータル的に言ったらライプツヒの方が上なんでしょうけど、セルティックもね、旗手選手もめちゃいいし、マクレガーもめちゃめちゃいいし、古橋選手もねめちゃめちゃいいですからね、まあ、こういった選手が活躍することがあれば、まあ、ジョタとかね、まあ全然食えると思いますよ。で次グループ G ですね、マンチェスターシティ、ドルトムント、コペンハーゲン、セビージャということで、まあ、シティに関しては多分もう首位通過ほぼ確定でしょっていうようなクオリティをリーグ戦でもチャンピオンズリーグでも見せてるし、次節がコペンハーゲンということなので、基本的に一番こうグループの中で、ね、まあ、失礼な言い方して申し訳ないんですけど、まあ、力がないというか、まあ、実力的にも差があるっていうところと戦うんで、まあ、選手もある程度入れ替えて戦うっていうところもあるかもしれないけど、選手1人2人入れ替えただけでチームのクオリティ落ちるようなチームじゃないんで、シティは多分今まで通りボール握ってしっかりと押し込んで圧倒して勝つ、もう2点3点4点と取って勝つっていうことが容易に想像できるんで、コペンハーゲンは本当にどれだけゼロという時間を長くすることができるかが、まあ、勝敗を大きく分けるかなと。もちろんね、勝利できる可能性がゼロっていう可能性ではないですから、そこはまあしっかりと望みを持った中で監督がどれだけ準備できるかっていうところですね。で、まあ、ドルトムントとセビージャがここね、まあ、2位争い間違いなく大きく絡んでくると思うんですけど、まあ、正直に言うともう両チームとも結構ムラもあるし、監督も正直言ってそこまで良くないというか、まあ、セビージャのロペ的に関してはボールを持つっていうことを好む割にそこまでしっかり配置整えないし、捕まりすぎてるのにそこを修正しないとかっていうのは結構あるんですね。でテルジッチのドルトムントに関してはまずテルジッチが修正そこまで上手くないし、ハイプレスだったりとか前から仕掛けていくっていうその大雑把なとこはある程度約束ごと作るんですけど、細かいその運ぶためのポジション取りとかをチームとして作っていく、再現性高くやっていくようなチームを作ってるわけじゃないんで、正直に言うと本当にどっちが勝つかわからないっていうことはあるんですよ。で実際やっぱドルトムントロイスがいなかったりすることもあるんで、本当にどうなるかわからないっていうところなんですけど、まあ、個人的にはやっぱりこうブンデス勢を応援している身なのでドルトムント頑張ってほしいなって思うところはあるんですけど、ただセビージャが勝つ可能性も全然あるかなっていう感じですかね。で最後グループ H ですね、パリ・サンジェルマン、ビンフィカ、ユベントス、そしてマッカビ・ハイファというような形です。まずパリ対、ベンフィカということで、まあ首位をかけてね戦うということなんですけど、まあ戦力を見ても当然パリの方が上です。でパリはですね今リーグ戦でめちゃめちゃすごいんですよ。結果出しまくってるみたいで得点もめちゃめちゃ取ってるんですよ。でこの得点力をベンフィカが抑えられるかって言われたら正直怪しくって、今のベンフィカって、昨シーズンとか昨シーズンみたいに固く守ってカウンターみたいなことあんましてないんですよ。結構ボール握ることもするし結構背後にもスペース空くんで、だそこ使われると結構危ないなっていうことを感じてるんで、もちろんゼロをどれだけ長くするかっていうことももちろん重要にはなってくるんですけど、基本的にはちょっと難しいかなと。しかもパリのホームパルクデフランスで試合するんで、バチバチに状態のいいネイマールとエンバペとメッシとやるわけなんで、結果も出してるしね、まあしんどいと思いますベンフィカ。でもここで勝てたらめちゃめちゃ大きいですね、はい、でパリはもう今まで通りやったら基本的には問題ないかなっていうところですね。だからパリに関してはね怪我人が出たらしんどいですね、はい、特に最終ラインかな。で、もうワンカードのユベントスとマッカビハイファなんですけれども、2つともね、まあ、現状、最下位を争っているような状況なんですけども、マッカビハイファのホームで行われるんですけど、ユベントスからするとまず言えることはここで勝たないともう多分グループステージ敗退と思った方がいいかなと思ってます。基本的にですけど、今のユベントスの状態を見てるとパリだったりに勝てるのが正直なかなか想像できないんですね。本当に難しいと思うんですよ。
でベンフィカにホームでああいう敗戦の仕方したでしょ。結構持たれてやられたりしたじゃないですか。あれを次ベンフィカのホームでやるって考えると勝ち点取るのも相当難しいと思うんで、まずはしっかりとここ勝利して、でベンフィカ戦もしっかりと勝利してパリ戦に挑むっていうことをベースに考えたいとは思うんですけど、そのスタートラインに立つために今回のマッカビハイファに対してしっかりと勝つこと、もちろんこの後もう一回の折り返しでもう一回あのユベントスの方でマッカビと戦うんで、そこで勝ち勝ちっていうことを取れれば大きいんですけど、大きいんですけどね。でもその当然大きなクラブを倒していかないとチャンピオンズリーググループステージの突破もその先っていうのもないわけですから、こうチームの雰囲気もこう外野というかそのメディアとかからのね、その風当たりも今きついユベントスが、ね、勝ち上がっていくためにまずはこの試合勝たなければならない。でマッカビハイファも同様で、まあ、パリだったりベンフィカに敗戦して、まあ、ユベントスも当然実力差的にあるし戦力の差っていうのも当然あるんで難しいですよ。ただ、まあ、チームとしてうまく配置を整えられるような監督じゃないんで今のアレグリは。で現実的な手法とか選手の特徴を使ったビルドアップとかもあんましないんで、本当に今までのアレグリどこ行ったんだみたいなね、何を見てたんだろう、幻だったのかなみたいな今のアレグリになっちゃってるんで食えないわけではないと思うんですよ。なのでしっかりと準備することで走り切るっていうところだと思いますね。あとはそこが大きく作用するかなと。あとはもうホームなんでね、しっかりとサポーターの声援を受けた中でどれだけ頑張れるか、まあ、先ほど言ったハードワークのところがキーポイントになるかなと思うんですけど、まあそんな感じですかね。ということで、まあ、以上になるんですけれども、多分まあね、この全てのグループを見た中でも注目している試合ってなったら、まあインテル、バルセロナだったりとか、そうですね、チェルシー、ミランとかですかね、注目している試合になるとね。まあ、僕も基本的にはその2試合をベースにラジオを撮って試合を見てラジオを撮って皆さんにお届けすることになるかなと思ってるんですけど、まあ、バイエルに関しては僕好きなんでね、まあ、応援しているチームなんで、まあ、見ることは間違いないんですけれども、まあ、時間的にも見やすい時間帯の方なんでね、まあ、それもラジオ投稿はするとは思いますけど、基本的にこの3試合に僕はなると思いますので、ぜひね興味のある方はまた聞きに来てください。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。で最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。